赤印が現在運転中の原子力発電所、青印は建設計画中の発電所、そして今後10年間に約50地点4000万キロワットの原子力発電所の開発計画が打ち出される見通しです。このように最近の電力業界では電源の比重を火力や水力から原子力に移そうとする動きが目立ってきました。これは公害問題が深刻となり火力発電所の建設が困難になってきたことと、現在運転中の原子力発電所で原子力の安全性がある程度実証されたためと言われています。原子力と最初に不幸な出会いをした我が国が今その原子力の平和利用として原子力発電を大きく必要としています。そして若狭湾の沿岸は原子力発電所の大根拠地となりつつあります。ここに地域社会の古いものへの情愛と新しいものへの期待とおののきが織り込まれた一つの日本の光景があります。